いです。どうも KP です。いやキャデラックエスカレードかっこいいですよね。そして今回も SUV なんですけども、リフテッドっていうまた違ったカスタムをしているラムトラック出てきます。ぜひご覧あれ。 Check it out。 最近どう？コストコ行ってる？あ、後ろコストコのカートかと思った。どうもゆいです。本日の愛車紹介させてくださいはこれ。これでかすぎちゃって収まりきらないんだけども、お楽しみに。浸透しつつあるスペースバイブ。最近なんか、あ、自分の間違えちゃった。最近これね、みんなやってくれるからちょっと嬉しい。ということでですね、愛車紹介これからしていきたいと思いますが、よろしくお願いします。お願いします。まずトークから始めていきたいと思います。ということでですね、あの愛車紹介の前にちょっとトークを繰り広げちまうぜってことで、先ほども本人も紹介してましたが、山さんです。どうも、山です。早速ですがね、あの大きい大きい赤いラムトラ、まず購入したきっかけは何だったんですか？先輩が、うん、あのラムトラを売りたいと、うんうんうん、で、うん、じゃあインスタとかフェイスブックで流してみますよって言って、うんうん、とりあえずじゃあ写真を撮りに行きますねって言って、あ、まあ拡散するのにね。そう、うんうん、で行きますって見に行きました。でガレージパカッと開きました。見ました。うんうん、あ、でっけえな、かっこいいっすねって言いました。だろって言って、お前買えよ。おお、おっとと思って、かっこいいなんて言っちまったもんだし、そう、うんうん、あーそうっすねーローン通ったらいいっすよって言いました。捨てゼリフのように。したら、うん、俺ジェットスキーを買ったばっかだったから、うんうん、どうせ通んねえだろうと。あー、まあ、どうせね、そう言った通りにはいかねえだろうと。そうそうそう、通らないオチで、うん、よしよしと思ったら通りました。おめでとうございます。あーだーすって違うね、結果買うことになったって。あ、じゃあ、これが欲しいっていう感じではなんかったかな。うん、そうね、うん、まあちょっとお金を貯めてエスカレードでも買おうかなと。まあトラック乗ったことないからいっかと思って。まあそうだね、1年ぐらい経ったら売ろうと思ってたんだけど、うん、なんかグダグダと気がついたら4年経ちました。4年経ちました。あれはでも自分的には今の現状の形にしたいなっていう形、うん、にはできることなら、うん、本当はもっと上げて、ああもうアメリカ級にね、そう、うん、もうハイドロとかエアサスとかをリンク式にしてくるとか、はい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 、しちゃいたいんだけど、うん、あれでやるっていう、あれにもっとお金突っ込むと思ったら、うんうん、だったら違う車を買ってやりたいかな。あ、なるほどね。あ、じゃあ今現状ではまたエスカじゃない違う候補とかがあるわけ？なんかトラックに乗ったらトラックの良さがちょっと分かっちゃって、だけどあれはただのダブルキャブだから、それのクルーキャブバージョン、後ろも広くなって、うん、でさらにロングベッドの長いやつが 6.4m ぐらい、これぐらいだとしたらこれぐらいのが欲しいっていうのかな。そういうこと。そう、バカですね。え、あれ乗り換えた時になんか周りの人の反応とかはどうだったの？まあ今までもあれか、アメ車、まあそう、アメ車乗ってたけど、エスカレード乗って、うん、それが標準だから 5.1 とかで、うん、そこからエクスプレス乗って 5.5 かな、うん、
で、その後サバーバン乗って、5.7、で、今のラムトラで 5.8、すごい地道に攻めていくね。そう、したら次 6m 行くしかないでしょ。そうだね、そこまで来たら、そうだね、5.8 まで来たらブンって行くしかない。そう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 、ノルマだよね。ノルマか、もう課せられてるから、だからどん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 長くなっていってるからさ、みんなでどうしたどうしたってならない。いやもうだから長、でかって。そうだよね。そう、なる。しかもなんかトラックになった途端、ほんのちょっとの差なんだけど、めちゃくちゃ長く感じない？そんなことない？そうかもしれない。なんか見た目の問題なんだけど、まあ、要はだからエスカーとかさ、まあ、サバーって結局こう形的には箱型してるわけだから、ボディがもうそれだからはいはいってなるんだけど、ラムはさこういう部分があるじゃん。あ、そうだね、こういう部分がある、乗れる部分と乗らない部分があるから、え、長くないみたいな。もうだから今度のロングベッドを買ったら、いやいや長くねっていう次元を超えた長さになるから、ジェットをねやるっていう話がありましたけど、長くねの長くねってことでしょ。そう、引っ張っちゃったらね、ケイミン君なしで乗れるのが12メーターぐらいだから、12メーター以内に収まっていればいいでしょ。え、引っ張ってるもの自体は、まあ、4.6 とか5メーターだから。ああ、じゃあじゃあね。だからロングベッドだったら 6.4 ぐらいだから、ギリギリ12メーターないから、そうだね、ケイミン君で行けるギリギリでしょ。それで引っ張った方が最高じゃん。そうだね。最高ですね。いや、バカじゃん。長さに長さを重ねてね、すぐに極まりない感じがね。長さバカの山さんの話はこれぐらいにして、あの赤いラムのね、愛車紹介の方に行きたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。どうぞ。YouTube、はい、ということでですね、まずフロントのご紹介からお願いしたいと思います。これもうドーンってきてるグリルは社外ですか？前オーナーの先輩が作った、あ、ワンオフグリル？おそらく。マジ？すごくない？市販品じゃない。なんか作ったようには見えないんだけど、ここがないだけで売られてるものみたいなさね、そんな感じ、これは前オーナーの先輩のチームのやつがここに書いてあって、サーモグラストで、あ、そうなんだ。で、それを、俺チームのメンバーじゃないから、デッキのテープを貼って、あ、なるほどね。あ、へぇ、そう、そういうことね。そんな感じで、ダッチのグリルのあの十字が見えないようにしてある。あ、なるほどね。そのやばくない？すごいっすね。めちゃくちゃ綺麗だし、あとね、このね、絶対あの目がチカチカしてやばいであろう殺人級のねLED バーも入っておりますが、眩しくないよ。あなた乗ってるから。あなた乗っとるからさ。これもうね、監督ね、うちらじゃね、まあそうですね、自分の愛車乗って後ろ疲れた日にはもうね、もう結構殺人光線ですよ。ミラー見えないと何乗っても俺は大丈夫。え、フロント周りは特にはやってない。やってない。うん、でもなんかね、フロントから見てわかると思うけど、威圧感、わかる？威圧感で、意外とシンプルでね、そんなにガッツリやってるわけではないんですけども、シンプルかつ威圧感。ライトとかはもう純正なの？フォグも純正で、LEDもうライトにしてるぐらいで、特に、まあ、じゃあ基本的にはだから眩しい。あんまりちょっとコテコテにやるのが好きじゃないから。ああ、じゃあシンプルめでいい感じでカスタムしたい。そうじゃあね、フロントはこんな感じでね、次はサイドの方に行ってみたいと思います。はい、今度はサイドの方にやってまいりました。これは身長を測る機械ですか？そうですね。ちょっと間に合いませんでした。でもわかるでしょ、まずもう再度来てもらって、このラムのね、高さちょっと身長は測れないけど、やばいよね。まあ小学生くらいだったら測れますよね、すごいよ。これ自分でぶつけたりはするよね。あんたんとかっていうなんかね、やりそうだよね。ちなみにこれはもちろんのこと純正の高さではないと思うんでございますが、はい、そうですね。こちらはどういった感じで、まず、バックカントリーの6インチキットを組んで、で、フロントだけ2インチのスペーサーを入れて、で、フロント8インチ、で、リア6インチ。ちょっと前上がり的な。そう、ちょっと前上がりにして、タイヤが35インチのマットタイヤで、純正よりは結構上がってるかな。だいぶ上がってるよね。純正のフェンダーのアーチは多分ここらそのくらいの、まあそういう感じじゃないですかね。ミラー1個分以上は違う。どれぐらい？まあそうですね、ミラー1個分くらい違うんじゃないですかね。乗るの大変
乗り込む時のステップありません。しかもホイールね、これ絶対座れるやつ。ちょっとまず待っててね、このデカさやこのデカさや、これはさ生まれたら死ぬね。これすごいよ。自分もさ、ゆいの拳は3つぐらい。おー、ほらすごいっすね。ね、ちなみにこちらのホイールはどちらのメーカーさんでございますか？は、うん、RBP スワットっていうやつ、ね、やつやつ、すごいよね。大きいはやっぱさ、このリムロックとかが尋常じゃない。何ですよ。ちょっとこうね、監督に流し入れてもらって、あとねサイド出しでマフラーがねあるんですけど、マフラーのお話をすごいグリップが大変だよバスケットできるぜやばい。でマフラー、こちらのマフラーはどっかのメーカーさんでございますか？これは僕の先輩が乗ってた時からのままで、うん、おそらくワンオフで、うんうん、プロバスからの横出し、うんうん、すごいね。またいい音するんですよこれがね。私弾きますが、すごいかっこよく決まってるわけでございますよ。どうもあれ、もしかしてアリトゥなんか、ベイクルでアリトゥースの人じゃないアリトゥースこんな感じでね、じゃあサイドの紹介はこんな感じで、次はリアの方に行きたいと思います。ユイチューブ、何やってるんですか？あ、始まってましたかどうもすいませんちょっといい眺めだったもんねということで今度ね、リアの紹介になりますが、リアは、テールは車外？車外、車外の LED？ そう、クリアテールにスモークのフィルムを貼って、悪い感じがね、ボケツから伝わってきますよ、はい、後ろからも威圧感があるんですよ。そうですね、日本ではあんまり見られない、そうですね、この風体、風体具合がね、やっぱり光ってるね、えぐいですね。ジェットをね、引っ張るんですよね。そうです、これね、もうなくてはならない。さっき私が眺めてお尻を振っていたやつです日本じゃなかなかね、こういう企画の車も乗れないとは思いますけどね。不便しかない不便しかない、あの駐車場が1台分で収まらないから。あ、そうだよね、駐車場なんだよね。そうお出かけ先とかね、でステップがついてないから、うん、降りるときも飛び降りる感じだから。確かに、だからある程度ドア開けないと降りれない。そうだよね、隣が近かったりすると、どうしようってなっちゃう。だから端っこの方に止めて人に迷惑かからないところで止めないと、極力ね。そう、意外とあのアメ車乗りの方とかね、多分多いと思うんですけど、意外とオーナーさんみんなね、その辺の駐車場問題とか気使ってお出かけはしてると思うんですよね。中にはね、やっぱ一般的にほらあまり車興味ない人とかは、大きい車をね邪魔だと思う方もいらっしゃると思いますけど、オーナーさん的にも一応ね配慮はしてるんですよね。もっと見てくれよって感じで置いてる方は多分いません、うん、もうちょっとだからアメ車に優しい日本になってくれると嬉しいですけどね、うん、道も狭いしね。そうね、まあそうですね、そう、大きい通りしか走れなくなったもんね。許してね、出かけても許してねってな感じでね。じゃあ今度はちょっと内装の紹介の方に、はい、はい、行きたいと思います。はい、今度は内装の方にやってまいりました。内装は、はい、あ、このパネルの赤いのは、は多分塗ってあるんじゃないのかな。あ、塗ってあるんだ。もともとはね、でもなんかこうラムはね、基本的に同じ同系色になってるイメージがね、うん、あるから、このねダッシュのナビ周りとかのパネルはね、赤が外装と一緒で入ってるんですけど、あとがちょこちょこね、ドアの内側とかもそうなんだけど、おーピーにね、張り替えてあるというか。そうね、そう、うん、ポーピーはご自身で？いや、先輩の俺は何もやってない。あ、そうなんだね、そうなんだね。俺リフトを上げて、うんうん、ホイール変えたぐらいで、あとはもう何にもしてない。あんまり
乾いてないけどちょっとこう手を加えてっていう感じなのかな。そう中もねあのガチャガチャしてなくてシンプルに綺麗に収まってますからね。でね外装の、まあ、外のね赤と合わせてちょこちょこ赤がこう入っててね。でねあとリアのねあのモニターがね、うん、ついてたりなんかでこのドア内のスピーカーとかの何カバーっていうの、うん、まあもともとそうもともとやってあったんだって。まあこんな感じですかね。ざっとなんか紹介し残してるとかあります？あーないっすね。あないないない考えた末あーないっすねまあじゃああのね愛車紹介はこの辺で終わりになりますかね。じゃあとりあえず表の方に行きたいと思います。はい、ということでですね愛車紹介一通り終わりましたがありがとういやいやありがとうございましたね、あの大きくてかっこいいお車をね紹介させていただいてあれじゃないですか YouTube 上ねあのリフテッドは初ですね登場なんでね皆さんねおーっつって見てくれるとありがたいですけどね、まあ、言うほどでかくないですけどね。えでかくない？でかいです。でかいくないですか？いやもっとでかいのがいっぱいいるから。まあね、まあ、まあまあそうだけどね普通のサイズで言ったらもう、うん、そう乗り降りするには限界かなと、うん、いう感じでねあのだいぶ寒空の下でしたがご協力いただきましてありがとうございました。どういたしまして。今回ね愛車紹介させてくださいは2003年のダッチラムでございました。山さんありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。スペースバイビー